レベル4エリア、底なし海底に行けるようになった。海。はい、どうも皆さん、こんにちは、のぼろです。今日もね、稼ごりとやっていくんですけども、前回はね、コロトック高原じゃなくて、なんだったっけ、あそこ、炭鉱だったっけ、忘れたけど、あそこのストーリーが一通り終わりまして、また化石やめて、レベルアップバトルが開催されてるから、レベルアップしてこいよっていう話でした。なんて、まあ、早速ね、レベルアップバトルやって、ホリダーランクを4レベにして、まあ、4レベルになればね、また新しいところが開放されるんで、そこの化石とかいろいろ掘ってっていう風にやっていこうかなと思っております。まあ今回もおそらくクリーニングとバトルとっていうことがあるんだろうけど、バトルが何回あるかっていうのがちょっと気になるところではあるな。まあとりあえずホリダーライセンスを提出しまして、まずはクリーニングテスト。準備ができましたら、右手の入り口から、そろそろクリーニングテストも難しくなってきそうな気がするよね。そうだ。まだあれ、ハンマーとかドリルとかをレベルアップさせてないから、ちょっと難しいかもしれない。で、今回のボス戦というか、まあ、レベルアップバトル戦ってちょっと気になるよね、相手。まあ、多分あの人だとは思うけど、今回は65ポイント以上で合格か。まあ、65ポイント以下はまだ取ったことないから大丈夫だと思うけど、どんな感じの顔か。あー、顔、何これ見たことねえ化石だな。タイプもわかんないんだね、この状態だと。まあ、一旦、まあ、時間をなるべくかけないように立ち回っていきたいんだけど、まあ、先っぽの方までギリギリまでね、ハンマーで、立ち回りつつ、若干削れちゃってはいるけど、まあね、今回こいつらをね、なんだっけ、リバイブするわけじゃないから、このテストは。だから、まあとにかく、早くやっていく立ち回りをすればいいんじゃないかと思うんだけど、やっぱドリル成長させておくべきだったかもしれないなとはちょっと思うね。ここら辺、とりあえず端っこから攻めつつ、ここ斜めだな、結構。こいつ何の顔だろう？見たことないけど、ここで出てくるってことはもう今まででゲットできるチャンスはあった化石ってことだと思うんだよね。逃してるんだろうな、きっとこいつ。気になるな。基本的にほとんど逃さずには来てると思ってたんだけどな。そうでもないっぽいな、どうやらな。まあ、とりあえずはここら辺削りつつ、顎ら辺だね。削りながら吹き飛ばして。いや、でも全然間に合いそうだね。その線超えさえすれば問題ないんで。まあ、一応ね、最後までやるけど、いや、でもやっぱ時間足りなくなっちゃうな。最後まで吹き飛ばしながら、ちゃんとね、リバイブ成功するぐらいの、やり方でやってくけど、いけないか。これ間に合わないか。ギリギリ間に合わなかったけど、まあ95点取れたら十分でしょう。まあクリーニングテストさすがに落ちるってことはなさそうだね、今のところは。マスターまで行くとね、何点求められてくるのかわかんないけど。次はレベルアップバトル。バトル誰と戦うかっていうのがね、まあね。あの人だとは思うんですけども。クリーニングテスト合格おめでとうございます。次はレベルアップバトルです。今回はファーストバトル。あ、2回なんだ。なるほどね。ファーストバトルは同じレベルアップのバトルに参加しているホリダーとのバトル。なるほどね。で、バトルに勝つと、一度このロビーに戻っていただけます。ファイナルバトルは、レベルマスターとのバトル。レベルマスターってことは、もう次、マスターホリダー？いや、違うよね。さすがにテストのために来てるだけだと思うけど、え？まず、初戦は誰？あ、ホルトか。なるほど。君と化石アムでバトルができるなんて嬉しいな。さっきは負けちゃったけど、今回はそうはいかないよ。どちらがより上手にリバイバーを使えるか勝負だ。まあ、ホルトには今まで負けたことないから、さすがに大丈夫だと思うけどな。誰を使ってくるか。あ、だいぶ変わったな。あ、でもトリケラはちゃんといるんだ。多分トリケラがアタッカーなんだと思うんだけど、ってなると、こっちはまあ、アルティスでいいでしょう。パキファロ。アルティスだと困ることってなんかあるか？アルティスが弱点使われるのって土属性だから、パキファロ相手にはちょっと困るのか。まあ土属性が有効なんだとは思うんだけど、土属性はこっちはパキファロしかいないんで、アタッカーのところに編成はしてないから、まあアルティスで行こうかな。まあさすがに勝てると思うけど、なんか BGM がすごい！かっけえ！何この BGM？ こんなの流れるんだ。最大 HP はさすがに向こうの方が少ないか。おいきなりアタックエリア交代してきた。それちょっと厄介だな。いやでも、アルティスを狙ってきてるわけではないんだね。オートカウンターでとりあえず1ダメージは稼ぎつつ、これ、どうだろうね。アルティスのアルティスファングでどれぐらい火力が稼げるのかっていうとこだな、パキファロ。2回で倒せたらベストだけど、そううまくいくかどうかっていうとこだな。40。どれぐらい？
あ、でも2回でいけるね。オッケー。そしたらこのままターン終了してって、おそらくもう一発、で、そうだよね。アイアンシュートをガーゴイルにやってくるっていうことだとは思ったけど、まあ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 。こっから、こっちのターンでアルティスファングしてパキファロを倒せば、おそらく向こうはガーゴイルを狙ってくることはなくなると思うんで、そしたら一気にこっちの攻勢に出れるかな。で、あ、次お前が来んのか。なるほどね。ここどうすっかね。バキファロのアイアンヘッドをやっとくべきなのかっていうところの悩みなんだけど、いや、ここは待機だね。相手にデバフもかけれてない以上はここでやる必要はないと思うけど、うわー、ちょっと待って、トリケラがサブに入ったの痛いし、ちょっと待って、マジか、ここまだガーゴイル狙ってくるのか。マジ？ガーゴイルやられたのめちゃくちゃ痛い。これはやばいぞ、マジで。ってなった時に、とりあえずアイアンシュートでクエルコをバンパンしてほしいけど、無理だよな、多分な。どれぐらい入る ?71。あー、まあ、ワンパンできないよね。いや、ギリギリじゃん。まあでもさすがにここはアルティスファングをもやって持ってかないと、トリケラがね、40% のバフをかけてくるんで、ちょっとアタッカーエリアに引きずり出しておきたいっていうところではある。で、ここ一旦ターン終了。相手が何してくるかだな、あとは。トリケラコンボ。180の技か、KP。どうだ、これ強いんじゃない？ 20 からの24。いや、まあ耐える。これでは、そうね、全然食らわない。オッケーオッケーオッケー。まあさすがにタイプ有利だから、このまま、90KP プラスされて、アルティスコンボで持っていけるでしょう。あ、でも持っていけないかな。ガーゴイルがいないってことがなかったから、今まで。怖い。いや、持っていけてないな、これ多分。うわぁ、かてぇわ、マジか。もうこれ多分終了するしかない。え、でもここで、アルティスさえ狙ってきてくれれば、走ってガン。何やそれ。あ、でもクリティカルのおかげで、むしろ、オートカウンターの火力が上がるから、あー、でも変わんねえか。まあでもどっちみち、ここのアルティスファングで勝ちだね。いや、でも強えわ。ちゃんとガーゴイル狙ってきてるのがね、なかなかやらしいところではあるね。で、そっか。サポートエリアで活躍するやつを、あえてアタッカーエリアに編成しておいて、初手下げるっていう立ち回りをしてきたわけか。こいつ、なかなか賢くなってんな。いや、結構ギリギリの戦いだったぞ。負けちゃったか。悔しいな。またバトルしてよね。絶対だよ。OK。まあ、きっとまたバトルすることにはなるだろう。で、次。まあ、おそらく次のバトルが本番でしょう。おめでとうございます。次は、レベルマスターとの戦い、ファイナルバトルです。準備ができましたら、右手の入り口からバトルエリアへと進んでください。まあ、前回出てきた人と戦うことになるんだろうけども、強そうな気するよね。さあ、出てくるわ。まあ、そうだよね。ガラクータ親方。坊主、ファイナルバトルまで勝ち上がってくるなんて、なかなかやるじゃねえか。さすが俺っちの工具を見つけて悪い奴らをやっつけた男だぜ。まあ、ホルト、任しちゃってごめんよ。何驚いてやがるんだ。俺っちがレベル3マスターだぜ。あ、レベル3マスター。やっぱりレベル4なんだ、まだ。坊主がレベル4ホリダーにふさわしいかどうか、俺っちがテストしてやるぜ。言っとくか、俺っちのリヴァイは強いぜ。びっくりすんじゃねえよ。よし、かかってこい。ホルトがあんだけ強かったから、ちょっと、ガラクータ親方も強そうな気がするよね。さあ、使ってくんのは？ケラトン、スティール。ケントロン。防御アップか。うわぁ、めんどくせえな、ケントロン。ケントロンが、風属性か。いや、風属性多いな、マジで。いやー、ちょっと、まあ、パキファロで頑張っていくしかないっていうとこか。で、あと、あー、これ結構強いね。火属性というか、風属性をやられないように火属性を編成してるっていうところが、なかなかやらしい部分だよね。ここで水属性行こうとしたら風属性でやられるし、土属性が来たら火属性でっていうことなんだよね、きっとね。なかなかいい編成してんな。まあ、ここはさっきと同じメンバーで行こうかな。やっぱ親方強そうだな、なかなか。どうするべきか。防御アップマジうぜえな。これ、ウェッカーのやつあえて先に狙っていくか。デビルシュートどれぐらい食らう。いきなり KP、 あ、60か、それ。あー、ちょっと痛い。ここは、そうね。え、待って。めっちゃ動いてくる。いやー、ちゃんと賢く KP を使ってきてるな。いや、そこまで考えて編成されてるんだ。KP を90最初に使い切れるような編成？賢いな。
ここデバフかかってるといえど、それでもこのケントロンのせいで防御20バフかかってるんで、まずケントロン潰すわ。ここどっちみち弱点つけてるとかはないから、ケントロンをなるべく、いやでもこれ悪手かな、もしかしたら。まあ一旦ターン終了。3ターンかかるね、でもこれやるのに。でケラトンコンボか。これコンボでどれぐらい軽く入れられる。いやでもガーゴイル狙ってきてるんであれば、そこはねむしろ全然いい。でオートカウンターで1稼いで、まあお互いにサポートエリアを先に潰す戦いになってるな。これさ、アイアンシュートってさ、あそうだよね、アタックエリアにしかやれないから意味ないんだよ。だからここもアルティスコンボを、アルティスファングをケントロンにぶつけて、でパキパロのアイアンヘッドをやっておくかだよね。そこが問題。やらない理由もないな、ここな。やらない理由あるか。いや、いいな、行っていいわ。これアイアンヘッド行きます。ここ一旦アイアンヘッド行っといて、で半分入ったらいいけど入んないよね。そうだよね。いや行かない方が良かったか。そうだな、 SA のやつを倒しきってから攻撃に転じた方が良かったんだろうな、きっと。ちょっと自利品な戦いになってきてしまっている。うわ、しかもクリティカル当ててくるか、ここで。ちょっと痛いところではあるが、ここでアルティスファングをちゃんとケントロンにぶつけていくことで倒しきれるかな。いや多分耐えてくると思うんだよなこれ。26、そうね、やりきれないねやっぱりね。ってなるとここも攻撃せずにターン終了だね。 KP を節約していこう。でちゃんとねケントロンを倒せた時に KP をね一気に使っていく立ち回りをするっていうのが多分一番賢いと思う。クリティカル当ててくんなこいつら、めちゃめちゃ。でまあここアルティスで普通にアルティスファング行くしかないんだけど、こっからさらにバフが消えた状態、防御アップのバフが完全に消し去った状態でこの正面のやつにパキファロでアイアンシュートができると。これケラトンワンチャンワンパンできますね。86でしょ。86以上のダメージを出せばいい。ここで頼む。うわー耐えるか。まあ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 、クリティカル入ってたらやれてたなってぐらいの火力ではある。まあでも超勝ち上げ。そっか、一人でやったからめちゃくちゃ KP 高い技が打てるようになったわけか。なるほど。でデビルシュートもやってきて、相手の攻撃力ダウンデバフが地味に痛い、クリティカルも痛い。ってなるとここどうするか。ここはまずパキファロアイアンヘッドでケラトンを落としきろ。でこっからさらにアルティスコンボをぶつけていってどれぐらい入るか。うわ、さっきクリティカル当ててくれてたらマジ違ったんだけどな。まあでもそんなタラレバを言っても仕方がない。いやでもここ行くべきじゃない、もしかしてコンボ。なぜかっていうとパキファロのデバフがこいつに入ってないからなんですけど、スティールに。いや行っていいか、さすがに行こう。これワンチャン60なら削りきれるぞ。そんな体力多くねえわこいつ。どうだ、さ27、50、おお強え。行ってよかったわ。あぶねえ、 SA の削り合いだったねマジで。よく耐えてくれたガウールが。いやだいぶ白熱した戦いになってきたね。坊主おめでとう、俺っちに勝つなんてすごいぜ。いやー参った、弟子のホルトも結構強くなっているんだが、坊主はそれ以上に強いな。お前そっか、弟子も師匠も倒したのか今。これからもうガンガン掘って強いリバイバーを見つけて上手にクリーニングするんだぜ。そこだよね、上手にクリーニングすることが。ノボルをレベル4ホリダーとして認定する。ありがとうございます。これでついにホリダーライセンスもレベル4となりまして、これでね新しいエリアもきっと解放されることでしょう。ありがとね、俺っちはガラクータ工房にいるからいつでも遊びに来いよ。なんかいいアイテムくれたりとかするかな、わかんないけど。これはまたあいつ来るよねきっとね。来るね、ベルゼット。登るおめでとう、ありがとう。私これからなのよね、レベルアップバトルドキドキするわ。今いくつになったんだろうかランク。それにしても登るってすごいね。私が入れなかったダイゴトンネルに入っちゃうし、私より先にレベルアップしちゃうし。やるじゃない、今はレベル3ってことかな。あら何それ、その変なハニワまた手に入れちゃったの。そうなんだよ、変なハニワ。一体何なのかしらねそのハニワ。何だったっけな、あんま記憶ないんだよなこれ。
じゃあ私行ってくるね。無事にレベルアップできるよう応援してね。応援心の中でしとくわ。俺はもう新しいエリアに行くのに夢中だから。あ、一回転した。いつも手振るだけだったのに。何なんだろうあいつ、よくわかんねえな。さあ続きは亡霊海賊のヒゲリボン。あ、亡霊だった今。亡霊じゃねえか、亡霊かさすがに。登るはレベル4ホリダーになった。レベル4エリア、底なし海底に行けるようになった。海、トップメニューから他の人と遊ぶとすれ違い通信を選べるようになった。このゲームすれ違い通信とかあるんだ。あ、そっか、 DS の時も一応あったか。でけえ。デブだな。新聞はどうかなってるだろうか。本日のガラギアオス新聞、大怒りのガラクータ親方、ロコト渓谷にて何者かにトロッコが壊されてしまいました。修理に必要な工具も隠されてしまい、ガラクータ親方もカンカンでした。しかしノボル君が工具を見つけ、トロッコもそして親方の機嫌も治りました。よかったよかった。なんなのこれ、学級通信みたいなクオリティのこの新聞。まあとにもかくにも新しいエリアでしょ。海底っつってたな。結構水系の恐竜が多くなってくるのかな。底なし海底、凶暴なイレバザメが泳ぎ回る発掘エリア。大昔海賊船が沈んだという伝説もある。行くしかないだろ。ここのなんか特徴みたいなの教えてくれるかな。底なし海底へ行かれるのですね。底なし海底ではこちらのマスクをかぶっていただく。はい、海底マスク。え、あ、じゃあ本当に水中なの。うわ、何これ。あ、これがあのおばさんが言ってたマスクかな。海底マスクをかぶっていれば海の中でも空気を吸うことができるようになり、溺れることなく化石岩の発掘ができます。海の中ではイレバザメに注意してください。頑丈なイレバをつけたサメです。ではくれぐれもお気をつけていってらっしゃいませ。ちょっと待て、イレバをつけたサメって何なんだよ。イレバって人工物だろ、なんでサメがつけてんだよ。ちょ、よくわかんねえけど、まあ、とりあえず行ってみるか。さあ到着。うわー、水中だ、海底。お、ベルゼットいるし。え、あいつ4ホリダーになったんだ。え、イレバザメに襲われてるあいつ。何そのマスク。カスキが持ってたらいつの間にかサメに囲まれちゃったよ。このサメはイレバザメっていう人食いザメなの。ものすごい勢いで体当たりをしてきて人を気絶させちゃうの。そしてぐったりしている人をもぐもぐ食べちゃうのよ。やば。私こっから動けないから助けに来て、登るお願い。手当たりされるとスタート地点に戻るから慎重にね。こっちのことには気づいてるんだあいつ、めっちゃ遠いのに。このサンゴとかもあんのによく気づいた。おい、あいつ助けるまでセンサーも使え。ちょっと待って、嘘でしょ。え、怖、どうしようか。え、めっちゃくちゃ気づいてるじゃんこっち。ちょっと待って、とりあえずもうベルゼットに向かって、いや、じゃあ走っていけばいいのか。あ、でも俺の方が早い。こいつサメのくせに泳ぐのせえわ。オッケー、到着。おい、ベルゼット、お前世話かけさせんな。ありがとう、登る。サメに囲まれた時は生きた心地がしなかったわ。助けに来てくれたお礼にいいことを教えてあげる。ほう、この底なし海底のどこかに海賊船が沈んでいるらしいのよ。その海賊船はなんと、あの伝説の海賊、キャプテンヒゲモジャーの海賊なのよ。あ、海賊船なのよ。お宝、どっさりっていう噂も、超レアな化石もある。はい、なるほど。さあ、そういうことだから、一緒に海賊船を探しましょう。なんでハートつけてきてんの、こいつ。怪しそうな岩を壊せば、海賊船への入り口が見つかるんじゃないかしら。なるほどね。あ、こいつ言葉はげてる。あ、違う、カニなのか、これ。そうそう、またイレバザメに襲われたら助けてねって。うぜえこいつ。まあそしたらちょっと探したいところではあるけども、今回は化石岩いっぱい集めて掘り起こすっていうところに注力していこうか。やばい、化石どこにもねえわここ。多分これ船見つけないと化石が出てこないみたいなパターンなんだろうな。マジかよ、じゃあもう見つけるしかねえ。あ、違う、こっから先にはあるわ。多分水属性とかっていうことになってくるのかな。石かい。お、なにこれ、登る穴を見つけた。これじゃない、この海賊船の入り口。もう入るか、いきなり。他にはないのかな。あ、ない。じゃあやっぱあれが穴か。え、 ATM ある。あ、化石岩の音がする。ちょっと待って、どこだ、下っかか、下だな。どうせでも石なんだろうなこれ多分な。あ、違う、水属性の中身の分からない化石だ。じゃあ一応少ないけどありはするみたいな。あ、こっちにも穴ある。え、どうしようね、他にも穴ある。他はないか。いや、ここも穴ありそうだな。あ、ゴロリだ、100。これ、おお、でけえ。嬉しい、それマジ200ゴロリ、でかっ。
まあそしたらとりあえず上側の穴落ちてみる。怖いけどな。あ、ベルゼットもついてきた。お、どんな感じになってんだろう。おー、なんか結構広がってるね。ここもまた化石岩あるけど、よいしょ。どんな感じ。石かい。海賊船でもなさそうだね。こっちの穴ではなかったのかな。あ、でもまだ結構続いてるわ奥が。うん、この穴は行き止まりまで来ちゃったね。特に何もなかったみたい。まあ、そしたら一旦帰ってクリーニングしよっか。よーし、帰ってきたぜ。やっとなんか深呼吸して息が吸える感じがする。さあ、そしたらまずは1個目クリーニング。まあね、水属性がほとんどだったんだけど。何これ、え、何この形、意味がわからない。え、なんかヌーみたいな形してるね。どうすればいいんだろう。とりあえず、あー、やらかした。盛大にやっちまった。ここら辺も適当に叩きながら。やべえ、時間がまたギリギリになってきた。これもうドリル強化しに行くか。後でお金はね、確か2万5000円ぐらい溜まってたはずだけど、ここかな。オッケー。これなんだろう、何の骨マジで。ああれか、水属性って言ってたし、なんかなんていうの、プレシオ。なるほどね、これあれだ、もう完全に水の上でしか生活できない系のさ、あの恐竜いるじゃん、プレシオサウルスだよ完全に。頭ないかな、プレシオサウルス。あったらぜひとも見てみたいけど。同じやないかい。多分同じ見た目の恐竜の化石だけど、化石と別の恐竜なんじゃない。実は見た目は一緒だけど別の恐竜っていうことだと思うんだよね。今ハンマーで叩いたらね、めちゃくちゃ柔らかくて左側ちょっと欠けちゃったんだけど。なるほどね、やっぱ違う恐竜の化石だね。ってなると残りは頭だったりする。いや、これもヒレだな。これは手なのかな。ちょっと待って、一旦ドリルで大丈夫だね。なんかすげえヤングコーンの化石掘れたんだけど、これしかも100点じゃない。多分100点だと思うけど、やっぱりこれ多分ヒレだよねきっとね。やっぱ水中だからプレシオの手。なるほど、プレシオの頭欲しいな。こうなってくるとな、やっぱり骨かな。頭、これとか頭だったり。おお、頭じゃん。これプレシオでやってくれマジで。いや、しまったな、ちょっとハンマーで攻めすぎたわ。結構削れちゃった。多分これ90点ぐらいなんじゃないかな。一応大成功はするけど、93か。もっといけたな、もったいね。こんだけ細い頭。おお、プレシオじゃん。こういう細い頭だったからさ、もうちょっとね、ちゃんと慎重にやれば時間も全然足りただろうからね、もったいない。ちなみにプレシオの性能が気になるんで俺は。いや、ワンチャンガーゴイルを超えるサポート性能を持ってたりしないかな。でもどっちかっていうと、うん、すげえなんかラリってない目。可愛いけど。プレシオのリバイブに成功。これ手は足もリチャージできるよね、多分ね。足もあるよね。そうだよね、足もある。で、ランク相当上がるんだけど、問題なのは、サポート効果。なるほどね。攻撃力 10% アップ、防御力 10% アップ、で、命中率 10% アップと。なるほど。育つと相手を毒にするのが得意になる。興奮技を持つリバイバーと組めば活躍の場が広がる。まあ、サポートにね、その毒を持ってるやつを編成するっていうのはなかなかありだと思うんだけど、プレシオの毒、成功率 50% で、アトランティックボム、これが成功率 100% だけど、攻撃力に横線入ってるってことは、多分これ攻撃せずにただ毒にするだけっていうものなんだろうな。どうなんだろうなこれ。いや、もちろんね、プレシオの毒で毒を引ければ強いんだけど、引けなかった時って結局パキファローよりもね、火力稼げないってことになっちゃうし、何してサポート効果がやっぱそんな強くない。攻撃力10、防御10、命中10、ちょっと偏りすぎかなっていう部分が否めないかな。さあ、ラスト。こいつも顔だったりしない？お、顔だ。なんだろう、こいつ。いや、しまったな。途中ドリルで削っちゃった、この、こめかみとは言わねえな。なんていうの？人間で言う鼻の下らへん？ちょっとそこを削れちゃったね。いや、これ100点取れてよ。もったいね。細身の顔とかはね、取りやすいんだけど、ジョニー？鳥かなこいつ。わかんねえ。どういうことなんだろう。なんで目が潰れてるんだろうな。化石なのに。目のところにも骨があるってことだよね、これね。ああ、こいつか。あれじゃん、イルカじゃん。やった、ジョニーのリバイブに成功したでし。ジョニーは手も足も何もないか、今のところは。
強力なリバイバーだが成長がとても遅いので、リバイバーランクを上げてからチームに編成しよう。仲間にめっちゃデバフかけるね。え、何こいつ。は？ AA に編成した方がいいのかなっていうのもちょっと思うけど、遠距離タイプなんだもんね。は？なんやこいつ。ちょっと扱いがわからないな。攻撃力もそんなに高くないし、これ強いの本当に。 LP だけはめちゃくちゃ高いけどね。というわけでね、今回のクリーニングはここまで。ちょっと最後にやりたいことあるんで、ショップに行こうと思います。さあさあさあ、おっちゃん、ちょっとダイヤモンド買い取ってくれや。このダイヤモンド2個を買い取ってもらって3000ゴロリ、これで2万6000ゴロリになったということはですよ、前回の最後に言っていた何を強化するかだな。ツール、レーダー、コンテナ、クリーニング。まあコンテナは今一旦いらないって考えると、クリーニングかレーダーなんだけど、レーダーちょっと一回見てみるか。なるほどね、モニターサイズも一応上げた方がいいにはいいんだろうけど、まあでもいつでもできるっちゃできるか、モニターサイズは。今は一旦優先的に考えるとするならば、化石チップ SS かドリル、ハンマーのどちらかってことだけど、真っ赤だよね。まあまずこれどうすっかね、まあ、悩みどころではあるんですけども、とりあえずドリルを強化しようかなと思います。クリーニング用の強力なドリルだよ。値段はズバリ2万5000ゴロリ。ちょっと待って、この説明一応聞いとこうぜ。このスーパーハンマーってさ、確かこれでしか割れない化石があったりするよね。あー、別にその説明とかはないんだ。俺の気のせいかなっていう可能性もあるけども、とりあえずは今のところそういうのも出てきてないんで、ドリルでいこうと思います。ドリルはやっぱりね、ちょっと強さ大事になってくるんで、ここでねドリルを強化いたします。 OK よし、前だり。 OK、 そしたら最後に1個残ってた化石岩使ってちょっとドリル試して終わろうか。あ、なるほど、強いドリルと弱いドリル両方使えるんだ。へえ、そういう風なんだ、全然知らなかった。とりあえずはハンマーで相変わらず削ってはいくんだけど、こういうとこだよね、このなんていうの、ちょっとタッチできないから難しいところだけど、真ん中の骨の左側部分、こういうところってやっぱりドリルじゃないと削れない部分ではあるんで、ここでね強力ドリルを使って、うわー、めちゃくちゃ削れる。あ、いいねこれめちゃくちゃいい。で、問題は骨をなるべあんまり削らないでいけるかっていうところなんだよね。ただ多分そこはねちゃんと調整されてると思うんだよね、同じぐらいの体、あのなんていうの、削り値っていう部分が。あ、すげえこれ青部分からでもちゃんと削れる、やば、超気持ちいいんだけど、こんな削れる。しかもあれだわ、やっぱりその化石への傷つけの値としては多分普通のドリルと変わんないと思う。これはいいもん買ったわ、2万5000の価値ありだね。一旦ここを削りつつ、めっちゃいいこれ超便利。一旦ここも削りながら、これ100点取れちゃうよ。ちょ、落ち着いていこう、最後最後、集中切らしてね、微妙に削っちゃうともったいないからね。 OK、 いや楽しすぎるこれわ、ってなるとやっぱハンマーも欲しいな。これはプレシオの足でし、100ポイントでし。いや完璧じゃん、100ポイントいいね、やばい、プレシオ別に使う予定ないのにめちゃくちゃ強いじゃんこんなに高得点連打できることもあんまりないんだけどな。 LP が2やった、そんだけかい。いや面白えわマジでドリル来るだけでこんな楽しくなるか。てな感じでね、今回はこの辺で終わっておこうかなと思います。次回は海底に行って、さっきベルゼットが言っていた海賊船、沈没した海賊船を探して、お宝と化石岩を入手したいなと思っております。で、まああとはね、ちょっと裏で海底を探索してお金貯めておこうかなみたいなところですかね。そんなわけで今回の化石掘りだはここまで。また次回の化石掘りだでお会いしましょう。さよなら。